はい、fx.caustchart.com 管理人です。本日は MT4 のプラットフォームの上で表示されるスプレッドと注文の関係についてお話をしておきたいと思います。チャートの上で表示されている値段、ここで表示をされている値段ですね。1.28727という値段ですけれども、えー、これが何に当たるのか、気配値を横に持ってくると、えー、ここの ユーロドル1.28737のところがですねちょうどこうビットになっているのが分かりますで。反対にアスクの方の値段は1.28753になっています。でチャートの方で表示される値段がどこなのかというとですね、ここですね、1.28737つまり、この左側のビットの方の値段が表示されているということが分かります。 で、このビットの値段というのは平たく言うと自分が売りで臨むとき、ショート、売り注文を出すときのレートですから今この1.28737が表示されている瞬間に成り行きで売り注文を出してでそれで値段通りに約上をすれば自分のポジションというのは売りで1.28737という風になりますところが一方で買いの注文を入れた場合 というのは、買いの注文はこちらのアスクの方、1.28753の値段、これが買い注文の場合のポジションになります。ですから、この瞬間に成り行きの注文を買いで入れた場合には、1.28753が自分のポジションになります。ですから、どういったことが起こるかというと、チャートの上では1.28737という値段が表示されているんですけれども、ここで 買いの注文を入れた場合は1.28753ちょうどこの辺に自分のポジションが出てくるとですから成り行きで注文を入れた瞬間に買いの場合は自分が入れたところよりもなんだか少し上の方で ポジションが勝手に表示されるなというふうに感じられたことがある方もひょっとするといるかもしれませんそういったことはですねこういったビットとアスクの値段が違うことによるものですチャートの値段の表示というのは通常このビットの方の値段で表示されますのでここのところのご注意をしておいた方がいいのではないかと思いますですから例えば今のチャートでですねストップロスのポイントこの辺でショートでエントリーをしましたということでですねで仮にここで ストップロスのポイントを直前のこのハイの上ですね1.28845に置きましたとこういうふうにするとですねこの1.28845でストップを置くためには売りの注文のストップですからこれは買いを入れておく必要がありますで買いを入れるということはこちらのアスクの方になりますから1.28845プラススプレッドのユーロドルで言うと2ピップですねでこの場合は一番下の 8 4 5の5の部分はこれマイクロピップになりますので、えー、これに20を足した1.28865という値段で表示をストップロスの注文を入れておく必要があります逆に例えばこの辺りで逆にここに買いのポジションで入りましたとでその時に自分のストップロスのポイントを直前のローの真下ですね例えばこの場合であれば1.28595 まで値段が来たらストップロスの注文で自分のポジションを解消するというふうにした場合は今度は売りですから表示される値段のうちのこのビットの方というのが自分の売り注文を入れた場合の成立する値段になりますですから売り注文の場合はスプレッドは考慮に入れなくても良いということでですね例えばやってみますねでこの瞬間今1.28702の近辺でえ相場の値段が動いてますけれどもここでですね 新規の注文を仮に買いで入れてみます。買いで入れると、この704よりも2ピップ程度上の方のところで逆上されるということになります。はい、ここで出ましたね。で、この瞬間、約ここの差というのがこれがスプレッドになります。買いの場合は2ピップ程度のスプレッドが乗せられて値段が逆上することになります。 はいで、逆に、では、売りの注文を入れたらどうなるでしょうか、えー、ちょっと分かりやすくするためにですね、これ、手前で入れているポジションの方、これを一回解消して、画面から消すようにしますね。こちらの方を決済をしてしまいます。はい。で、えー、今、ポジションがなくなりました。で、ここで、売りのポジションを入れてみる、売りの注文を入れてみます。注文発注から新規発注。成り行きの売り。 はい、するとここでですね1.28720のポイントで成り行きの注文を入れたところちょうど1.28720そのドンピシャの値段で売りのポジションが立ったことが分かりますですからチャート上で表示をされている値段というのは売りを入れる場合の値段であるというふうに覚えておいていただいても分かりやすいかもしれません売る場合はスプレッドは関係なし 買うう場合はスプレッドを載せて考えるる必要があとということで,す、ね、ですから、この場合、売りと買いがどっちが有利かとかそういったことではなくてですね、で結局自分が売ってそれを利益を確定するときには買わないといけないですし、買ったものの利益を確定するには売らないといけないですから、自分がトレードに入って出るためには必ずスプレッドを支払わないといけないことになります。ただ、それが入り口で払うのか出口で払うのか、その違いだけなんですけれども、 こうした仕組みを知っておくことで、ですね、自分のストップロスをのポイントであるとか、あとはリミットオーダーを入れるときに、買いの場合はスプレッドを考慮に入れる、売りの場合は表示されている値段そのままということを知っておくことで、ですね、2ピップ差で損をしたとか、1ピップ差で入れなかった、もしくはストップロスに引っかかってしまったというようなことがなくなりますので、基本的なこととして知っておいた方がよ,りよいかと思って、ビデオの方を作成しました。ありがとうございます。